続いて、はい、ご紹介するゲームはライブインダンジョンというゲームですね、うんうんうん、クリエイターさんタラヒロさんですね、はいはい、ゲームプランナーをしながらプライベートでもゲームを作っているとゲーム付け、はい、ゲームをずっとゲーム開発を行っているので、うん、進め方には自信があります。なるほど、はい、いいですね。実際に実績もですね、ちゃんと3本作られていて、はいはいはい、なんか絵がですね結構作り込み可愛いですね、うん、はい、個性がある感じ で今回のライブインダンジョン、名前、あ、絵はアートかっこいいですね、うん、この感じで、うん、はい、ファストパーソンですね。で異世界ストリーマーなるきり RPG ということで、うん、ビジュアルもこんな感じで分かりやすくてですね、動画もあってですね結構、RPG なんですかね、バトルものな感じで、うん、はい、うん、ですかね。なんかもうこれはもうやってみた方が分かりやすいというところなんですかね。はい、じゃあご紹介どうしましょうかね、これはね。これね、ちょっと僕もやってみたんですけど、実はうちのそのキャンプの運営のもう一人のメンバーで中野がですね、中の人の中野さんですね。中の人の中野がですね、そうそう、めちゃくちゃこれやってて、うん、で僕もちょっとにわかな僕が説明するより実際にこうハマってる人間にこうプレゼンしてもらった方がいいかな、うん、素晴らしい。ちょっと呼んでるんです、はい、横にいるんだね。じゃあちょっと狭いんですけど、はい、僕が見切れるぐらいでもいいので、ね、やりてみましょうか、はい、寄りましょう、はい、はい、というところで入ってきます。よろしくお願いします。なかなかどんなゲームなんですか？このゲームはですね、まあ、異世界でそのダンジョンを攻略するっていうのがまあメインのゲームではあるんですけど、うん、そこで配信者をやるっていう、まあ、ちょっと独特な雰囲気のゲームなんですね、うんうんうん、まあ、これも見ていただくのが多分一番いいかなっていうふうに思うので、まあ、ちょっとやってみようと思います、うん、はい。ジャンルは RPG？ ジャンルは RPG です。イメージ的には例えばウィザードリーとか、あとは、まあ、世界中の迷宮みたいな、まあ、まずダンジョン攻略系のように見えるんですけど、うん、まあ、ちょっと一旦ですね、ちょ何か異様なものが割とスタートするから見えるので、うん、ちょっとそこを見てみましょうか、うん、まず右見てください。初見ですね、いきなり書かれてますよね、うん、これ今もうすでに自分たちが配信者として配信をしてるんですよ、はいはいはい、でそこに、まあコメントをくれるっていう形になってるんですね。で、今これこの初見です書かれてるところ矢印書いてるじゃないですか。で左の矢印をこれ押すとですね、コメント返せるんですよ。で、まあ、なので配信者の気分をこれ本当に味わうことができるっていうゲームなんですね。で、まあ、とりあえずやってみましょう。まだ、まず初見ですと、まあ、いい感じの回答してあげたいですね。うん、なんだろう、まあ、とりあえずこんにちはで返しましょうか、まあ、いいねが6ポイントもらいました。あんまりちょっと良い声返してなかったですね。でその上でまあコメント見てるというふうにまあくれてるので、で、まあ、ありがとうってとりあえず返しておいて、で、まあ、これでコメント返して、立って出されましたと一旦返しておきます。忙しいなこれ。で、まあ、まずこれだけだったら別に、なるほどっていう感じのゲーム性なのでそんなに忙しくないんですけど、このゲームはですね、ダンジョン攻略パートとこの動画に対するコメントをしていくパートって同時に変更していくんですよ。なるほど。というところでやってみましょう。なるほど、ね、で右手でこれコメントを返しながら左手で WASD でダンジョン攻略していきます。WSD で、まあ、こういうふうに今左手で操作をしているんですけど、まあ、これで進んでいます。なるほど、なるほど。で、はいはい、まあ、左側にもマップが出ているので、まあ、どういう方、どっちの方向に行けばいいかっていうのがまあ見えていく。ウィザードリーみたいな。若干ちょっとウィザードリーライトですね。で、あそこ秘境みたいなのが見えるなっていうのがあって、まあ、何か不思議なものがあったりしたら、とりあえずそれなんかこうリアクションか、まあ、リアクション返してあげながら、あ、なんかできた。でこれバトルが結構くせ者でして、これまず攻撃をしてますと、これアップデータイバトルになってるんですけど、これコメント返すとですね、実はさまざまなバフが入るんですよ。で今だと例えばこれ攻撃してやった時に、あ、ちょっとこれ真相なので、クールタイムちょっと早めに回してもらってはい、ですね、例えばこれこうするとクールタイムが微妙に短くなっているのを皆さん気づきましたからね。で、他にもですね、まあ、面が進むとさまざまなバフが得られて、コメントをどんどんしていくことによってよりバトルも楽しくなっていくという感じになってますね。システム化しましたね、これ。すごいね、発想がもうすごいなっていうふうに思いました。で、まあ、とりあえず一旦さっきの秘境を見ろって、いや、まあ、ちょっとバトルがあったんで見れなかったんですけど、まあ、疲れたので一旦秘境を見ます。でこれ続けて見ると、まあ、まあ、分析してみるので、アイテムがまた手に入りますね。で、この、まあ、アイテムの収入したのはこういうふうに、まあ、秘境みたいなものを、まあ、アクセスするっていうのもあるんですけど、あとはですね、先ほどバトル中にコメント返したらいいねもらえたじゃないですか。このいいねがこのゲーム内における通貨になっていて、でこれでショップを開くと、まあ、買うっていうことができるんですね。評価経済だ。まあ、です。まさにそう、
投げ銭ですね。金を、ま、いいねこそがまさに今の経済になっている、まあ、リアル下げ手段ですね。まあ、実際、まあ、ちょっとまだ買えないんですけど、まあ、見ていただくとすると、まあ、ここでウェポンのところに行くと、ですね、制度保険。これショップウェポンでしたね。ショップですね。ショップが一番上にあって。で鉄の剣っていうのが今2500いいね、強いんですけど、これが2500いいねを稼げるとこの手に入るので、ね、まあ、とりあえずこの面ではまずここを目指していくっていうのが一つ目標になるというわけです。はい、で、とりあえず一つのバトルクリアできたので、まあ、一旦マップの方を進めていこうかと思います。でバトルが始まったのでとりあえず一旦返しておきつつ、ちょっとコメントまだあんまりコメントが増えてこないですが、よいしょ、これ実況者が視聴者数も増えていくんですか？これはですね、視聴者数が増えていくんですよ。なので、それは例えばこれ秘境を見たりとか、あとは、まあ、そもそももうちょっとまあダンジョンとかを進めていくと、まあ、徐々に徐々に視聴者数が増えていくという感じですね。いい景色のところに行ったら増えていく、はい、でこれコメントがですね、今はなんかこう、まあ、チュートリアルみたいな扱いなので、まあ、なかなかこう可愛らしい感じのコメント、はい、来た、今来ましたね。初見さん、視聴者とりあえず返しておきましょう。で、まあ、21位にいただいたんで勝てそうっつって難しいな、こういうとちょっといい回答じゃなかったみたいですね、うん、で、でとりあえず返すと今リーさん一気に3時26位で、ね、一気に稼ぐことになりました。いいね増えた、どんどんいきよう。これでまあいいね、あ、まだ増えた、こんにちは、猫みたいな人来た。そうですね、まあ、増えて、まあ、こういうふうに、まあ、コメントがただ来るだけのパターンだったりとか、あと返すパターンのやつもあったりするので、まあ、そこで、まあ、面白いコメントがあれば、うん、どんどん、ちょっと広げたらなって感じですね。動画配信 RPG って聞くと、何のこっちゃねんと思ったんですけど、いやもう本当に面白いですね。これはもう新しいジャンルだと思います。面白い。すごいな。よく本当組みましたね。なんか YouTube の時代だからこそ分かるこのゲーム性というか。そうですね。でもだから配信者っていうものがある意味一般化したからこそ、これって出てきたゲームだと思っていて、確かに。で、まあ、ここ何年かで、こういうゲーム、多分フォロワーが実際に出てくるんじゃないかなというふうには思ってますね。なんか、ね、アイデア勝負でやってると思うけど、結構ゲームもちゃんと作りであって絵も綺麗だし、うん、そうなんですよ。これ今一面なので、まあ、そこまでなんかこう、まあ、難しいことが特にはないんですけど、うん、これがですね、進んでいくとめちゃめちゃもうバトルが難しくなってきて、うんうん、いかにコメントを上手に返すかっていうのがこうバトル中に、なるほどね、バトル中にフォロワー数いくつだと、これは、まあ、この人300人でちょっとこっちマウント取ってくるんで、まあ、この画面の間に300人超えてこの人マウント取り返すっていうのが、まあ、ちょっと必要になってくる。どこにフォロワー数、あ、左下が左下フォロワー数になってるんですよ、うん、でここがまあなんか増えてくるといいねとかも増やすくなるので、でこれちょっとバトルが今回これ多分難しいやつなんで、ちょっと言葉少なめにやりますでただ敵が増えてくるとですね、難しいんですよね。で、やばいヒール、テンパってるですね、だいぶまずいです。でもこれ実況配信の練習になるんじゃないのか、脳みその使い方。いや、そうなんですよ。でも実況者の方はこれもできないと思っていますね、このゲーム自体は。だ多分頭がバグってます。いや、確かに。これまずいです。あ、死んだ。あ、ただ、まあ、これ死んでも、カメラが横になるのいいですね。死んでもですね、すぐリスタートできるんで。持ってるって設定なんですもんね、カメラは、ね。はい、です。右手からカメラ持ってるんで、ただ戦ってるのは左手だけ。あ、そういうこと、はい。携帯持ってるのか、じゃあ、スマホ。スマホでは、いや、なんかあのビデオカメラか。あ、コメント、いや、どう返してるのかってことだけで。多分、なんかあるんじゃないですか、実際に、インカムとかで返しているっていう、はいはいはい、多分感じを多分イミテーションしてるかなというふうに思いますが。なるほどね。フォロワーがどんどん増えてきた。さっきやられたやつが。そうです。とりあえず、ね、なんか左側を結構ですね、やっぱり喋りながらだとかなり難しいですね。本当の配信者ってやっぱり本当に大変なんだっていうのを今ちょっと実感してます。なんだこれ、喋りながらコメントも返しながらだから一個タスク増えてるし、ね。いや、そうなんですよ。第一面だったら全然余裕できるかなって。ちょっと準備を。なかなか。とりあえず返し。気にせてください。いやこれ見せてください。お必殺技、必殺技、気をつけてな。あまりダメージ出してくれるんで、うん、基本的にはこう忙しくなってきたら、まあ、ゲージをダメコメントで返して、ヒールをしながら必殺技で一気に一掃するみたいな、はいはい、まあ、そういうスタイルになってくるかなという感じですね。面白い、はい、面白い。
はい、では続いてのゲームはですね、和解堂誠の事件簿ですかね、和解堂真かもしれないですね、はい、クリエイターさん誠ですかね、はい、クリエイターさん浦部ロシナンテさん、キッキャワーさん、部屋とワイシャツとアダピーさんと、まあ、チームで作られている、はい、ゲームなんでしょうね、はい、素晴らしい。で、浦部ロシナンテさんのポトフォリオはそうやっぱアートが強い、うんうん、うまいですね、すごい綺麗ですね、かっこいい、なんか水彩っぽいという、うん、素晴らしい。なんか他のゲーム見てみたい感じしますけど、うん、で今回のゲームがですね、はい、和解堂誠の事件簿というところで、まあ、短時間で遊べるゲームをテーマにしたミステリーアドベンチャーゲームというところで、うん、5人で作ってるみたいですね、はいはいはい、いろんな、はい、3作シリーズがあるというところですかね、あー、いいですね。はい、じゃあ実際に、やってみましょうと、ね、はい、スマートフォンの画面に切り替えます。はい、では、はい、和解堂誠の事件簿の画面ですね、はい、じゃあ処刑人のみそぎということで1作目ですね、僕これ落としてクリアしたんですけども、うん、ちょっとニューゲームで頭からちょっとお見せできればと思います、はい、まあ、冒頭のシーンですけども、まあ、ある老人が何かを老人に、うん、俺を言ってるシーンから始まるという感じですね。アートはボクセルアート風というんですかね。そうですね、はい、おじいちゃんも友達とプレゼント持ってきてくれたんだよと、はい、でこのおじいさんが過去刑事だったらしく、まあ、その昔話をしてくれよと孫にせがまれているという感じです。で、殉教者の光信者殺人事件というのが過去にありましたと、犯人は捕まっていません、で、あの話には続きがあってな、3人目の被害者が出てしまったんじゃ、最後には悲惨な結末をと、ということで、ゲームがスタートします。はい、で、まあ、81年から82年にかけて2件の殺人事件が発生したと、うん、はい、で類似性と猟奇性、被害者は首が切断された状態で電柱に吊るされていました。激しい。で捜査により被害者の共通点として2人とも熱心なカルト宗教の信者だと、はい、で、警察は犯人を挙げることができなかった、うん、で83年新たに被害者が発生したということで始まります、うん、はい、で、サイドビューの、ゲームになるんですけども、うん、まあ、非常に味がある、アートになってますね。で殺害現場で情報集めよう、8分の0ってなってるんですけども、ここでまあ、この警官とかね、いろいろ話を聞きつつ情報を集めていくということをやります。まあ、この辺はアドベンチャーゲームとしての王道の、はいはいはい、ルートになるんですけど、ね、この吹き出しの出方いいですね。ボボボボンとなっていく感じが、ね、はい、読みやすいしな。被害者についてちょっと聞いてみましょうと、うん、被害者の身元はで首が切断されてるんで身元判明してません、うん、結構グロいシーンなんですけど、ね、そこまで、 あれですね、ショッキングな、うん、ビジュアルになってないな。ちょうどだから、まあ、その行間をうまくプレイヤーの方で埋められるぐらいの、まあ、密度の絵っていうことなんだろうなと思いますね。はい、で考察されて首切られてるらしいと。で一連の連続殺人の手口です。で話聞いていくと新たな情報をこうやってゲットしていくですね。はい、で、まあ、選択肢が増えていくのは王道パターンなんですけども、うんうんうん、死亡推定時刻が流れちゃうとかあって。でもう一人右側に警察官がいるんで、こちらの警官にも話を聞きます。でいろいろ情報が集まっていきます。で基本はこのポイントタッチで、勝手に進んでいくんですが、うん、以前お世話になりましたと。で事件について聞きます。まあ、本当にあれですね、アドベンチャーのゲームとしてこう、うん、ミステリーを解いていく。でこの情報の引き出し方っていうのを聞くと、まあ、さっき手に入れた情報っていうのを、まあ、別途セットできるんですけども、はいはい、あ、やべ別途セットできるんですね、その情報を、はいはいはい、でそれがこの右下のメモっていうところをポチッと押して、この例えば被害者は首を切断されているっていうのをセットしますと。でこれでまた聞き直すと
遺体について聞くってコマンドが増えてるんですよ。ここがゲームとして面白いポイントなんですね。そうなんですよ。なるほど。で、まあ、それで新しい情報をまだ手に入れることができると。だから、まあ、あの逆転裁判でいうところの証拠を集めて突きつけるみたいなことが、うんうん、まあ、都度、できるっていう感じですね。はい、で釣り人がいる、でどんどん溜まっていきます。はい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 、なるほどなるほど、やってみます。面白いですね。はい、でちょっと、第一発見者の釣り師に「オラ見ただよ見たもの」で、暗いうちから釣りに来てるんだけど変なものを通りましたと。黒い何かがすごい勢いで走り去っていった。ただまあこの死体を発見しちゃったっていう。で黒い何か、なんか話も気になる流れで面白いですね。黒い何かって男だったみたいだぞって情報が溜まっていきます。これは無料のダウンロードなんですか。はい、あの広告モデル、ね、あ広告、どういったところに広告が入るんですかね。ちょっとこのパートの次お見せできればと思うんですけど、ちょっともうちょっとやらせてください。はい、セットできる情報は1個だけなんですか。そうなんですよ、都度1個だけなんですけども、死亡推定時刻なんですよ。ここさっき聞いたか、後ろのあの絵なんじゃないですかね。あ、すみません、まあそう。これ肝心これ調べ ご遺体を。ご遺体を調べ。ご遺体を調べなきゃ。はい。で死体見る。40代ぐらいだ。周辺を見る。調べて。他に類はなさそうだ。で、これマーク気になりますね。なりますね。七で書かれた死物だ。で、まあ、このシンボルが何なのかを、看板のシンボルセットして聞いてみます。シンボルについて聞く。でどこかの信仰宗教とが、まあ、これと似たシンボル使ってたみたいですよみたいな。で、まあ、新しいシンボル、なるほどなるほど、うん、っていう感じで、まあ、自分でそのコマンドを作っていくみたいな楽しさも少しあったり、あとね、その、まあ、アドベンチャーゲームって、同じコマンドで何回も同じキャラが喋ったりみたいなことってあるじゃないですか。でもこのゲームすごいあのいいのはすごい割り切っていて、同じコマンドで一つのことしか言わないんで、なんかもういろいろ試行錯誤しなくてよくて、なんていうかそのもうストーリーに対して前のめりにどんどん進めていくことができるんですね。で僕はあの最近あの任天堂さんのファミコン探偵クラブクリアしたばっかだったんで、まあ改めてアドベンチャーゲーム好きなんで遊び直してみたんですけど、すごくその物語に入り込めるような作りになって、大体どのぐらいのプレイ時間で、これ、ね、50分から1時間ぐらい、ね、そんなもんでいけるんですね。じゃ一気に読み切れちゃいそう、はい、そうなんですよ。でちょっとまあお時間あれなんですけど、ここであの今、8分の6ぐらい今証拠集めたんですけども、これを、8個全部集めると、まあ、推移するっていうモードになって、一つずつおさらいですね、こう振り返りをやったら、まあ、次の新しい場所に行けるようになって、こう操作が進展していくみたいな要素があるんで、すごくなんていうかな、あの分かりやすく前向きに遊んでいけるっていうようなストーリー進行になっていて、絵もすごいしっかり作られていて、シンプルなデザインでかっこいいですね、おしゃれで。はい、音楽で、まあ、シリーズ3作僕もあのこれクリアして、まあ、こういう絵柄だからこその叙述トリック的な部分っていうのも、まあ、生かされてますし、まあ、シリーズ、ね、全部遊んでみようって気になったんで、ぜひちょっと皆さんチェックしてもらえたら、無料ですもん、ね、はいはい、やってみよう、素晴らしいかなと思います。はい、じゃ続いて、クリエイターさん、カイフさんのですね、ダンジョンクラッシャーキリタンというゲームを、はい、やっていこうと思います。かわいい、はい、カイフさんはゲームの企画から開発まで、Steam のパブリッシングまで依頼でやることを全部やってますので、まさに個人のクリエイターさんですね。でゲームも2個ぐらい出されてるみたいです。で今回の、ゲームはダンジョンクラッシャーキリタンという形でですね、はい、ポートフォリオはもうシンプルに
画像のみという感じのゲームになっております。じゃあ実際にねゲーム見るのが一番分かりやすそうなのでゲームやってみましょうと。見ましょう。はい、はい、こんな感じの、ゲーム画面になっております。キリタンですね、なんかですね、東北のキャラクターみたいで。あ、そうなん、キリタンポのことか。そうなんですよ、東北四姉妹というキャラクターがね、いてですね。へえ、三姉妹か、ご当地芸だ、はい、ね、東北キリタンの他に東北イタコちゃん、東北ズンコちゃんというキャラが、はい、いるそうで、で、まあ、ゲーム実はこのキリタンで、その東北の企業であればですね、この東北姉妹は結構使わせてもらえるみたいで、はい、これ一応ちゃんと正式にそのキリタンのライセンスを得て作ったゲームみたいです。すごい気持ちいいですね、はい、へー。で、マウスとキーボードでやるんですけど、こうやってぐるぐるぐるって回して、カメラがフリーなんですね、はい、すごい被写界深度が気持ちいい。パズルをですね、こうやってやりながらやっていくゲームで、結構ちゃんと作ってあるんですよね。こうやって、うん、ダンジョンをこう動き出して、いろんな方向からこうやってビビビビビビっていって、はい、クリアしないと手に入らないと。こうやって縦看板チックな感じがいいですね。はい、これダンジョンもだからこう上に登んなきゃいけないんだってなったら、こうやってぐるぐるぐるっとして、ペーパーマリオってゲームがあったと思うんです。あれが多分近いな。ちょっとあ、こうなってるのかな、はい、目的地はハート取ればいいですか。ですね、面によっていろいろミッションがあるんですけど、これ一応チュートリアルなんで、こんな感じで道に迷ったらどこに戻ろうかみたいな、こんな感じですね。ちょっとね、チュートリアルをパパパッとクリアしちゃいたいんですけど、こんな感じでぐる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 っとこうやってですね、やっていくって感じですね。で、このダンジョンクラッシャーってあるようにですね、このブロック、まあ、ボクセル風になってるんですけど、れてる、はい、基本壊せます。こうやってボコボコボコっと、で大体のギミックは壊せます。なんで操作は結構ですね、シンプルなんですけど、こうやってボコボコ壊しながら、こうダンジョンクラッシャーと名の通りクラッシュしながらボボボンボボボンと感じで作っていくようなゲームですね。なるほど。音楽も結構なんか作られてて可愛い感じで、うん、で敵がいるんですよ。で、これよくある自由に動けるかなと思ったら、これ実はワンターン制になってて、1ターン動くと1キャラなんで。あ、なるほど。はいはいはい、そんな感じでボボボボっと。なんで結構最初の方は敵弱いんですけど、結構最後の方に行くと敵結構強くなってきて、ちゃんとこのターン制を理解してやらないと結構負けます。なるほど。ハートで、はい、試練的な楽しさもあるんですね。そうですね、試練的な楽しさもある感じですね。で、面もですね、結構あって、こんな感じでワールドマップがあってですね。本当だ。初期はこんな感じの、まあ、ボクセルなんですけど。楽しそうですよね、見た目。うん。なんかね、最近マイクラとかも含めて、こういうボクセルっぽい絵がやっぱ増えてるので、まあ、皆さんこう敷居もね、低くやりやすいですし、結構このテンポがこう、ボコボコボコって上から落ちていく感じも可愛いですね。これが気持ちいい。気持ちいいですね。はい、水面に反射してるのがなおいいですね。ああ、確かに。まあ、なんか本当に、キリタンがですね、結構可愛くて、探索こんな感じで、これも今一面なんですけど、ビビ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 ッつって探索していって、今鍵を探してみたいなんですけど、これでこうぐるぐるっとしながら、なるほどなるほどみたいな、ここがこうなってんだみたいな。で、壊せない、これ壁みたいなのは壊せないんですけど、うん、ブロックみたいになってるところは結構壊せる。何個かいる。そう、なので結構、ね、キャラクターが隠れてたりしてて、いろいろと探しながら行くと楽しい。このこういうのは壊せるんですよね。これでここでグイグイっていくと、多分ここに鍵があるんで、鍵をゲットしてみたいな、はい、まあ、パズル要素を持たせた、はいはいはい、でね、ちょっと悩んだら強行的にもぶっ壊しながら進めるっていうのができてそこが、ね、結構ですね、はい、分かりやすくていいみたいな感じですね。これで、はい、通りですっていう感じで、はい、結構面もたくさんあって、お値段1220円かな、はいはい、という感じなんですけども、面もたくさんあるので、うん、キリタンを見れて、レビューとかを見てるとキリタンが可愛い、うん、感じなので、ご当地芸地域振興策としてはすごい成功してるんじゃないですかね、うんうん、いいと思いますね、押し出すっていうね、うん、気持ちいいゲームです。はい、そんな感じです。いやいやいや、
はい、続いて、エクリプスホードというゲームですね、クリエイターさんエゾリス堂さんという方で、結構いろんなゲーム作られていて、で音楽以外は一人で作っているということなんで、すごいな、はい、いろんな、ポートフォリオを埋めていただいている方で、結構精力的にゲームを活動されている方なのかなと思ってます。でも上手いですね。キャラデザも、キャラデザもご自身でやられているみたいですね。はい、で、今回エクリプスホード、ホルドなのかですかね、ホードですかね、はい、サバイバルクラフティングゲームというところで、ポートフォリオは、画像で中心に設計されてますし、可愛らしい絵でなんかいろんな画像を貼っ付けていただいていて、なんかいろんなことができそうなゲームなんですかね。はい、はいはい、じゃあエクリプスモードやりましょう、はい、ましょう。味のある絵ですよね。ありますね。じゃあニューゲームからやりましょうかね。よいしょ。で、今はまだそのアーリーアクセス版で、コテマップしかまだ選べない状態なんですけども、そのうちストーリーモードとかランダムマップとかっていろいろ拡張されていく予定みたいですね。で最初に名前とか、自分のキャラ名とか性別とか、あとその髪の色とか肌の色とかっていうのをこうやって選べるんですけど、まあとりあえずデフォルトで、で、最初好きな食べ物と好きな飲み物っていうのを設定できて、で食べ物と飲み物で体力とか、まあ、喉の渇きとかっていうのも回復するんですけど、回復量が食べ、そうビールなんです食べ物とか飲み物で好きな食べ物を設定しておくと、それが出た時に通常よりも回復量が増えるっていう仕様なので、面白いですね。なかなかない。なんですよ。でただこれちょっとやれば分かるんですけど、ハンバーガーとかピザとか結構作るレシピが複雑なものって回復量多いけどなかなか作れないんで、攻略を、はい、目指すんだったらバナナとか一次素材の方が割と攻略しやすいかな。まあビールは一次素材みたいなもんなんで作れるんですけど、まあ、とりあえず始めましょう。なんか見たことあるんですけど、言語がめちゃくちゃ対応されてるんですよね。あ、そうそうそう、ね、いっぱいあって、でこれ最初始めたばっかりだと結構みんなちょっと困っちゃうかなと思ってて、うん、いきなりこう荒野にほっぽり出されるの最近でもよくあるある系サバイバルですね。で、はい、一応その WASD でこう動かすんですけど、え、何すればいいのってなった時にまずこうチュートリアルでこうハテナを押すと、あ、親切、そう、見せてくれて、でまずは、ゴミ袋を漁って石とか入ってるんで、で石で、削ってナイフを作りましょうとか、はいはい、クラフトの基礎を教えてくれるんですね。でそれをここに下の、ね、はい、ところに設定して、でそれで木をまた削って木を集めてっていう風に素材をまず集めましょう。でまずここに多分、あるのかな。あ、でここはライフの弾と、羽ですね。でこれはまあとりあえずこのままいろいろ装備もできるんですね。そうですね、ちょっと細かいんで後でここは説明しますね。まずは最初にやんなきゃいけないのは、とにかく、あ、ありました、石を集めると。で石を集めたら今度またメニュー画面でいろいろそのいろんな部位で装備ができるのと、あとですね、ここでクラフトができるんですよ。で石のナイフ、石のナイフ今素材で石1個持った石5つか、ゲットしたん でまず1個これ作ってみましょうと。もうさらっとする、はい、でこれで、ここにしとこうかな。ちょっと素材は、インベントリーの中に、はい、ちょっと入れておきましょう。で、そうするとですね、このホイールのでこのなんかどの、まあ、枠かっていうのを選ぶことができて、でまあ何も装備ないとか攻撃できないところだと、こういうパンチボタンが出るんですけど、スタミナが入ってる。あ、そう、スタミナ入るんですね。で、はい、で、この状態で、石のナイフに合わせた状態でやるとこうやって木をゲットできるんですよ。でまああんまりこう持ちすぎると今度ここに重量があって、重量オーバーになると移動速度遅くなっちゃったりするので、まあほどほどにしておいて、で今度例えば木の盾とかを作ろうとすると、よいしょ、この木が10本必要ですよと。でこれ作ると、で作ったら、こっちか、ここに、よいしょ、あ、
これ装備するっていうのをやると、シールド装備できる。こうやって、守備力を上げたりして、守備力があるってことは当然敵が出てくるってことなんですけど、うん、まあしばらくはでもちょっとこれ調べてピストルの弾とかなんか必要になりそうなやつはいくつか何でもかんでもやってるとちょっといっぱいいっぱいになっちゃうんです。火炎瓶とかいろんな装備とかをまあまあこれからで、あとはですね、この石とかを砕くこともできるんですけど、あ、ナイフじゃないな、パンチとかでこうやって砕くこともできるんですけど、そう、でそうするとまたいろんな素材が手に入ってて、この繰り返しなんですね。で、そろそろできるかな、道具、ツルハシは作りたいんだけど、やっぱツルハシですよね。いや、ツルハシロマンですよね。石のツルハシ、あ、できてきた。このね、石のツルハシっていうのをまず作ります。で、他はまだちょっと作れないからいいか。で、石のツルハシちょっと移動しよう。よいしょ。で、石のツルハシを振るとですね、もっと石が効率的に、はいはい、クラフト系ゲームあるあるですね、はい、なるほどなるほど、削れるようになるし、木とかも、はい、木はね、ツルハシじゃちょっと嫌で、まあ素材によって使えるものがあって、あ、なんか今いましたね。なんかいた。あ、これね、野生の動物がいますよ。ヤギ、ヤギ、ヤギ、羊だ。羊かな。そうですね。で、あと牛とか、牛とかいます、ね。あれなんかトイレもありますよ。そう。で、こうね、歩いていくと、ここですよ、衝撃の。そう。ほら見て。衝撃のゾンビ。これゾンビが。ゾンビ？これね、わかりやすく言うと、ウォーキングデッドの世界みたいな感じで、うわー来た来た来たって感じで。結構強いぞ。結構強いんですよ。このね、こいつらと戦うために武器あるわけですよ。なるほどな。で、ゾンビがこういろんな種とかを落としてくれるんで、これをなんか取っておけば後で栽培で使えたりするんですよ。で、ここゾンビいっぱいいるなみたいな感じでこう引きつけて引っかかったところを殴るっていうのがすごい。この木のあれが強いですね。そうなんですよ、柵がね、往年の半キャラズラソン。宝箱もある。よいしょ。ビリヤードの謎が。ビリヤードはね、ちょっと今ここではできない。で、まあ、こうやってゾンビがいろんなものを落としてるんで、で、宝箱とか開くと、結構いいものが落ちたりする。本当だ、なんかいっぱい入ってる。ウイスキーとか、これ、あれですかね、時計じゃなくて、これ温度計ですかね。あ、で、温度計は、ここのアイテムのところに装備できるんで、まあ、よいしょ。で、もう一個の宝箱はこっちか、これは壊れたスマホですかね。これも、まあ、そのバックパックアイテムみたいな感じでちょっと後で効果が出てくるんですけど、まあ、でこうやって、はい、ゲームとしてはどん何を目的としてるんですか。サバイバルして脱出するっていうところなんですが、脱出まで、あ、いてで、最初まずちょっと攻略的なこと言うと、まずはさっきのところ、まあ、その原点にちょっと回帰してですね、ここで始まったんですけど、まず上の方に行くと、人が住んでるんですよ、町があるんですよ。あ、人いるんですね。まだ町が残ってて、で例えばここのお姉さん一人しかいないと思うきや、うん、で、あ、本棚とかもちなみに調べることができて、細かく作ってんな。接着剤とかあったり、で紙が落ちてたり、であとこのシンクとかも調べられるし、うん、ここで飲み物とかゲットできるし、食べ物とか。このクリエイターエゾリス堂さんのこだわりが、こだわりがやばいです。いろんな何でも調べられるみたいなので、卵があったりとかで、そうですね、いろんな飲み物とで、このお姉さんとか例えば話しかけます。虫がで、このローズさん、あなたの名前は、セクシーなお姉さんです。そう、ローズよ。何してんの。店やってるのよ。でもごめんね、今のバージョンで使えないの。そうなんですか。で、まあそれいろいろこう話ができるんですけど、ここで話しかけるときに、あ、ローズさんですね、か、ちょっと他のここの上にね、村長さんが住んでるんですけど、あ、ここ夫婦か、こっちかな、よいしょ、ここにですね、この町長さんか村長さんかが住んでらっしゃってですね、で、まあ、普通に話しかけると、
強そう。あなたの名前はアーノルド、蝶々をしていると。何戦士みたいな顔してる。生き流れたように武器や柵を作ってるよと。で、解毒剤が足りないんだとかっていうこと。で、この蝶々さんと話すときにこう、E キーを押すと会話なんですけど、R キーを押すとビリヤードができるんですよ。で、ほうほう。で、ここで自分の持ってるものをかけて、かけるんだ。まあ、とりあえずポンシュかけましょうか。でそうするとこのビリヤード画面になってすごいサバイバルゲームなのにビリヤードできるんですか。すこれがね面白いんですよ。 GTA バリのこう何でもできるか。そうなんですよ。このね1だよな。これがね結構ビリヤードの夢中になっちゃって、これはねちょっと面白そう。そうこれがね、あ、8落としちゃった、うん、今そうっすね、かつ今1から当たんなかったから、当たんなかったから。そうですね。で、NPC がめちゃくちゃ強いかっていうとそうでもなくって、うん、ちょうどいい、なんかヘタッピー具合だったりして、すごい、こう、なんかこれだけでもう延々遊べるみたいな。このミニゲームだけで楽しめる。いや、本当そうなんですよ。めちゃくちゃ面白いんですよ。あ、難しい、うん、面白い、いう感じで。いいですね。で、これで、勝つと、まあ、アイテムももらえるし、負けるとかけたアイテムが取られちゃう。で、あとはもうこういったところで、アイテム作ったり、まあ、クラフトできたりとか、で、さっきみたいにそのゾンビやっつけたりとかっていうのがあって、うん、で、これどんどんサバイバルしていくんですけど、ね、ちょっとどっかで見つけたいな、宝の地図みたいなのがあるんですよ。うん、で結構本棚とかに落ちたりするんですけど、宝の地図っていうのがあって、で宝の地図に記されたポイントみたいのがあるんですよ。でちょっと今うまいこと見っかんなかったんであれなんですけど、でショベルがあるとですね、掘れるんですよ、地面で。宝探しで、おっと、宝の地図で、例えばこの交差点のここに埋まってますみたいな、そのすごく雑な絵のヒントがあると、でここをねショベルで掘るんですよ。そうするとなんと掘ったところに宝箱があってて、僕これ覚えてたからちょっとやってるんですけど、でこれ開くと、あ、すごいいっぱい入ってる、すっごい強いアイテムとかが、マシンガンとか、そうそう、すごい入ってて、でこれ一気に全部ゲットすると、でこのなんか剣とかこのマシンガン、アサルトライフル、そうアサルトライフルですね、アサルトライフルとかよいしょ。で、あとこの、鋼のナイフとかですね、この辺がもうめちゃくちゃ強くて、あ、これ毒の沼地行くとすっごい体力減る、これ火、このマグマとかに触ると、あと燃えてすぐゲームオーバーになっちゃうんで、あ、いたよしよし、これがね、ちゃんとこうエイミングして撃つ、これヘッドショットだとワンパンでいけたりとか、うん、あ、やべ、ない。で、あーってなって、ちょっと成功してた。こうナイフでこうやって打ったりすると、あ、切ることも、切るときもヘッドショット狙うと、戦士スキルとかもあるんですね。あ、そうなんですよ。でね、これ、ね、説明、要素がめちゃくちゃあるから説明が難しいんですけど、でここで例えば今のでレベル上がったりアイテムやると、ね、このスキルボード、このなんか。エルダースクロールズオンラインバリのエルダースクロールズバリのこのスキルボード、何でもできる。そうで、例えば今射撃っていうのがレベルが上がったから、例えば銃マスタリーみたいなやつが、使えるようになりましたとか、あとはですね、まあ、生命力っていうのをやって、体力を上げたりとか、あとはその幸運っていうのでレベルを上げやすくしたりとか、いや、めちゃめちゃ何でもできますね。自分が作り育てたいビルド方針みたいなのが あればその通りにキャラクターを育成できるっていう楽しみがある、うん、クラフトゲーム大好きな人も永遠にできる、永遠できますね。で面白い。あとは、これを時間経過していくとだんだんこう今暗くなってくると思うんですけど、夜になって、で夜になると視界が悪くなってくるんで、どっかでやり過ごしたりとか、で、あとちょっとですね、このスキップできるんですよ。うーん、で月食、あ、日食か、日食とか次の、そのイベントみたいなのがあって、で例えばもうスキップしちゃうと日食状態になって、で日食だからすごくこう視界が悪くなってて、はい、で
あの不穏な音楽とともにあの敵がめちゃくちゃ増えてるんですよ。で、よいしょ。ああやばい。ああやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと待って、ああ死んだ。ちょっとね、難易度上がるんですよ。まあちょっとレベルが低いじゃないですけど、まあこうやって、サバイバルでレベルを上げて、あのアイテム集めて、で家事スキルとかいろんな、スキルをあのやっぱり育てていって、で最終的に、クラフトで、乗り物とかを作って、でそれで、このサバイバルから脱出してくるゲームです。はい、じゃあ続いての、ゲームはですね、スチームパペットというゲームですね、たこやキングさんというクリエイターさんが作られた形で、たこやキングさんは趣味でゲームを作っているという方ですね、はい、モバのジャンルが好きみたいですね。なるほど。でも趣味の割には結構ちゃんとゲームを何個か作られていて、絵が可愛いんですよね。可愛いですね。で今回のゲームはスチームパペット重力ストラテジーオンラインゲームですね、オンラインの対戦で敵の防壁を切り崩そうという感じで、結構ゲーム性も複雑そうな感じで、うんうんうん、あ、重力とタワーディフェンスの融合という形で、なんかポートフォリオも絵が可愛いですね。ちゃんと充実されていて、うん、きっちり見やすく作られてて、うん、文字も重ねてあっていいですね、うん、で PV もちゃんと貼ってあって、すごくいい感じのポートフォリオになってます。面白そうですね、うん、でははい、じゃあスチームパペット、ちょっと触ってみたいと思います。ちょっとだけあの進めてる状態になってます。どんなゲームですか？ですね、もうこれ見ていただくのがいいと思いますので、ちょっと最初のステージを、じゃあ絵が可愛いですね。そうなんですよ。で、まあ、ちょっとチュートリアルでご説明なんですけども、右端の壁に砲台がついていて、そこからあのタップすることで、弾丸が飛んでいくと。で、あの、まあ、置かれてあるブロックとかを、まあ、破壊していって、っていうゲームなんですけども、その砲弾っていうのがあの放物線を描くので、まあ、うまく位置取りをこう考えながら、まあ、狙ったものを壊していくっていうのが基本になります。で、まあ、土台になっているようなものが壊れたら、上に乗っているものが下にポーンと落ちたりとか、で最終的にはあのこの3つのクリスタルっていうものを破壊したらステージクリアということになります。で特徴としては、あの放った弾丸っていうのが、まあ、これ後ほど、まあ、すぐ見ていただくんですけども、地面をつたつた歩いていて進軍していくんですけども、まあ、長押しして空中をこう攻めるということもできるということになってますので、ちょっと見てみたいと思います。これゲーム画面ですけども、ここをこう、砲台に一度に変えれたりします。今あの点々の方放物線向かってこの弾が飛んでいくっていうことになるんで、とりあえず打ってみるとですね、まあ、こんな感じで、やばい、このアングリーバード感がすごく楽しそう。そうで、今左下のユニット、この白い、うん、子を装備っていうか、まあ、ユニット組んでるんで、まあ、この子あと49発弾丸放てるということで、このモードレーめっちゃ気持ちいいですこれ。これしかもなんかこの数の暴力感、打った後攻めてくれるんですね。そうなんです、そうなんです、すごい。今弾丸がキャラクターっていうとね、ミスターのそうですね、セックスピストルズみたいな、うん、グイードミスター、そうそうそう、グイードミスターで、もうガシガシこう進軍してくれるんで、これがめっちゃ可愛いんですよ、この子たちが。可愛いですね。可愛いですね。しかもゲームのルールも分かりやすい。これで今あの上に赤いのがあの大砲になってて、こっち攻撃してくるんで、まあそういうの向きのユニットをこう配置してあげるみたいなことも大事。今やられてるんだ。そうなんです、今やられた。魂がピクミンみたいな。そうです、ピクミンっぽくもあり、レミングスっぽい表現もありっていう。で、これで3つクリスタル破壊したんでクリアなんですけども、次のステージじゃあ行ってみますね、うん、ユニット自体もなんかじゃあ強く、あ、そうなんです。じゃあユニットちょっとあれしようかな。クラフト入れます。クラフトはね、自分でマップも作れるってことなんですけど、うん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 、はい、で今あのリソースが左上55持っていける。これを今白い子に全振りしてるんですけども、うん、これ減らしていきます。はい、はい、30ぐらいにしとこうかな。で、まあ、こういうこう赤い、ちょっと遠距離攻撃してくれるような子を入れたり、うんうん、まあ、体力がちょっとあって壁になってくれるような子を入れたり、
忍者みたいな。あんま入れすぎるとあれだ、リソースが足んなくなって。あ、まあ、忍者は透明になって手裏剣投げてくるんですけど、はいはい、でこっちの硬いものもボンって爆発させるようなやつとか、みたいな、まあ、自分なりの出撃ユニットを組んで、出撃だ。ちょっと2つ目のステージやってみますけども、はい、でまあ、あの数で押してもいいし、攻撃力高めなものにちょっと対応させた方がもういいし、こう弓みたいなのは攻撃力は低めだけど、まあ、射程が長かったりみたいな、うん、いろんなこう、相手の牙城があるんで、まあ、まずはこの辺も、打ち込んで、まずは壊しつつ、うん、で例えば、この赤い子は、あ、失敗した、うまくいかない、パズルをうまくちょっとうまく狙わないとダメなんで、でこの黄色いやつはあのもう貫通弾みたいになるんですけど、だから先の方に打っとくと、あの壁になってくれたみたいなこともあるんですね。はよ、最初のステージなんで一瞬で勝っちゃいましたけど、もうちょい後ろ行こうか。例えばここ、このステージ一番難しいな、このステージですとですね、ジャイアントを使わないで、ジャイアント使うとこう、おお、貫通してくれるんで、あとはもうここ敵がいないんで、ああ手前をこいつらで数でバキバキに爆弾、右側の爆弾はどうなんですか。こいつはですね、こうピタッて張り付いてボーンと落とす。だからあの空中にあのクリスタルが浮いてるような時はその下にこいつ当てて土台を壊してクリスタル下に落とすとか、いろんな使い方ができるんですね。鎧の巨人みたいですね。そう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 、だから本当あの、まあ、タワーディフェンスというかタワーオフェンスですね、その防御っていう概念がない、ないんで、確かに、だからもうすごい軸を振り切って爽快感と、もう敵を陣地をこう破壊していくような楽しみみたいなところに全振りしている、まあ、しかもこのアートの可愛さみたいなところもあって、もう本当あのちょっとした時間に遊ぶには最適のゲームなんじゃないかなと思います。いいですね、思います。あとまあスマホのゲームなんでちょっと音楽聴かない方も多いと思うんですけど、ぜひね曲がすごいいいんで、可愛いですね、音楽聴きながら、あと SE もめちゃめちゃ気持ちいいんで、はい、のでちょっとぜひ落として遊んでいただきたい、はい、素晴らしい、いいゲームですね。はい、では次のゲームいきたいと思います。続いては5つのネイトというゲームを紹介させていただきます。そうですか、はい、クリエイターさんはセッキーさんですね。もう17年ほど今週までゲームプログラムをしていたけれども、はい、自分で RPG を作りたいということで独立したと、ノートの記事も書かれてますね。なので結構ベテランのクリエイターさんなんですかね。はい、リツのネイトのポートです。絵は結構可愛い感じのジャンルの、はい、やつで RPG のジャンルになってます。で、ポートリアは PV が1本置いてあるという感じで、もう本当に、はい、動画を見てくれという感じのポートフォリオですね。はい、じゃあ実際にゲームもやってみたいと思います。はい、ゲームはこんな感じの感じ、結構ですね王道の RPG な感じなんですけど、あれセーブデータ消えちゃってる、それもはい、ゲームジャンルとしてはですね、あのシナリオもある、ゲームの、RPG 風になってます。まあ、兄弟の、形で、まあ、1人は女の子は魔法使い系で、男の子は戦士で、お兄ちゃんは戦士という形で、まあ、よくある系な感じなんですけども、ですね、分かりやすく言ったのに結構ですねテンポも良くてですね、バトルにも作法入ってチュートリアルもトントントンと進む感じです。でバトルシステムはそんなに複雑じゃないです。あのコマンドを選んで選択して、敵に攻撃するみたいな感じですね。独特ですね、アングルというか。そうですね、はい、こんな感じでバシーンという感じで進めます、ね、でこのネイトちゃんのバトルがちょっと特殊になってまして、うん、このですねアクションを起こすと回るんですよ、この右側のルーレットが、はい、そうすると、はい、ネイトちゃん自体の属性が変わるんですね。で今選択を2個の選択をしたので、このコマンドの下にですね数字が何個増えるよっていうのがあってですね、まあ、123みたいな感じでこの、まあ、この属性に合わせて、変えていかなきゃいけないんですけど、見た目と属性が変わるんですけど、ただ自分が使いたい技を
要するにこううまく選んでいかないと次のアクションに影響しちゃうんですよ。まあ、今回その攻撃しましたけど、だからあんまりこの右側のボードをうまくコントロールしながら進まないと、同じ属性の攻撃を繰り返すとその強化されるというかコンボ的な感じになる、コンボはそんなにあるわけじゃないんですけど、うん、どちらかというと相手の属性に合わせて対応しないといけないんで、そういうことか、回復、次攻撃したのに回復になっちゃうとか、うまくやらないといけない、自分の行動のところか、はい、でダンジョン自体はですね、あのシンプルな感じになっていて、あのウィザードリーみたいな感じですね、進んでいくと、これネイトをなんかバシッと攻撃をして、ネイトちゃん火炎だドーン、ネイトちゃん、ね、強いんですよ、強い、めっちゃ強い、じゃあ正直お兄ちゃんより強いんで、はい、でそれでダンジョンをこうやってクリアしていくと、はいはい、こうマップをまとんとと進んでいく感じで結構シンプルですね、ゲーム自体は、うんうんうん、でこういうのね、で装備とかもちゃんとあって、で能力に合わせて勝負をしていくという感じです。そこでちょっとこうね、結構セーブちゃんと3面ぐらいまでクリアしたんですけど、あのこんな感じでゴロゴロンってやって叩いて、ネイトちゃんがこうやってちゃんとそのアクション性もあっててですね、結構このコマンドをちゃんと選んでいくと戦略性も高まっていくような感じですね。アクションで戦略ですね、すいません。でこれで白ネイトちゃんになっちゃうと回復かこうちょっと弱い攻撃しかできないんで、うまくこの敵の状態に合わせて赤ネイトちゃんとか結構強いんですけど、そこを狙っていかないとはまんないっていう感じですかね。いや強い、はい、でこんな感じであのゲームが進んでいくんですけど、ですね、このゲームが面白いのがあの説明書がですねめちゃめちゃあるんですよ。すげえ、5章がそう160ページついてて、ですげえな、結構このネイトの、説明の世界観の説明とか読み物ライト読み物になっていて、こういう感じで前日談が入っていたりですとか、あとキャラクターの紹介があったりとか、あとモンスターもですね結構細かく紹介されてあったり、昔の RPG ってねマニュアル読むの楽しかったですもんね。でこれのマニュアルを見てもらうために広告を見るという感じになっていて、まあ、課金するって解放できるんですけど、こういう感じでこうマネタイズの仕方がちょっと面白くてですね、でこう敵を倒していく敵もどんどんこういろいろどんなのが出てくるかなとか、いろんな形でこういうネイトちゃんってどんな感じのキャラクターなのかなみたいな知りたくなっていくので、まあ、こういう形で広告を見せていくっていうやり方が結構面白い感じです。これマガジンみたいなのもなんかちょこちょこちょこする、なんかクリエイターさんが本当にキャラクターとこの世界観を愛していて、こだわりを持って作ってるんだなっていう感じが、熱量がすごい、すごいんですよ、すごい伝わる、はい、いや、いいっすね。作家さんの声とかもこういう感じで入っていて、はい、結構ですね、なんか応援したくなる感じ、いや、わかります、はい、いや、そうですね、はい、結構読み、ボリュームもあるので、はい、楽しんでもらえるゲームだと思います。なるほど、いいっすね、はい、以上、じゃあ、はい、はい、では、ラストのゲーム紹介ですね。プレイヤブルできるゲームラストの紹介なんですけども、ココロクローバーパート2、はい、クリエイターさんヒコテルさんという方ですね、はいはい、2D アーティストの方みたいで、そのゲームをご紹介します。実はですね、パート1っていうシリーズもあって、はいはいはい、今回パート2なんですよね。だから前にあのゲームを作られていたみたいで、まあ、これの新作が今回、すごい2ナムコ感が、そうですね、あの縦 のスーパーファミコンのジャケットみたいな、はい、でポートフォリオもちゃんとこうやって丁寧に作られていて、絵もですね可愛いですよね、アニメの風で、うん、で PV もちゃんとあってですね、こういう感じでうまく作られてます、はいはい、まあ、テーマは日曜の朝アニメ、これ、ね、僕ねこれねやるまでどういうことやねんと思ったんですけど、はいはい、これやれば分かるんですよ、なるほど、あそういうことってなる感じで変身すんのかな、すみません、ちょっと、機材トラブルなのか分かりません、ココロクローバーが動かずですね、ちょっと PV を見ながらちょっと皆さんにですねご紹介ができればなと思ってます、申し訳ないです。ですごい、朝7時だ早い、早起き、あ
ゲームを起動するとこうやってですね、あのオープニングムービーがまず流れます。アニメのオープニングっぽい、はい、でこれあのエピソードをちゃんと進めていくと実は毎回流れるんですよ。だから第1話第2話みたいな、ね、なので本当にアニメ見てるかのように、いやフォーマットとしてありそうでなかったですね、これね。面白いんですよ。だからゲームやってんのにアニメを見てるのかのようなゲームになってますね。これ曲が歌物で歌詞出てったらね、もう完璧です、まんまですよ、うん、はい、へえ、やっぱ愛を感じるよな。相当好きなんでしょうね。で物語も結構ちゃんとこうあって、で敵キャラは、ま、あのこんな感じでちょっとあのロックマンとか好きだったら結構すごい好きなのかもしれないですね。マジンガーとか、はい、やっぱ変身、はい、そうですね。この子はですね、変身するんですよ、本当にあの全部同じキャラなんですけど、うん、あそういうことですか。あの属性を持っていて、はいはいはい、まあ、第1話みたいな感じで、へえ、ありそうでなかった、ありそうでないじゃん。なるほど、ここまで振り切ったやつはなかったですね。もうちゃんと7時1分ずっと書いてて出てるんですよ、ゲームの画面に。はい、こんな感じで某ユーチューバーさんですとちょっとですねお借りしているんですけども、ちょっと音はちょっとなしにしますかね、声が入ってたりするかもしれないんで、うん、はい、こんな感じで、横スクロール型の、ゲームになってまして、この黒ココロちゃんですかねがアクションをしながら進めていきます。こんな感じですね、うん、はいはい、ビヨンと言ってなんか、まあ、アクション性自体はあのいわゆる結構いろんなあの、うん、あるよくあるジャンルので、うん、王道の形です。でこのなんかいろんなその召喚とか姿を変えたりとかアシスタントとかみたいな形で呼び出すことができて、回復をしてくれたりとかそういう形で何かやったりとかして敵を倒したりしながら進めていくって形ですね。で属性を変えていくことによってこの敵 この右上にあるんですけども、属性があるので相性の良さとかが結構変わります。のでこの移動したりとかそういったところをしながら、敵を倒していって、まあ、ボスに至っていくみたいな感じ でボスも結構いて結構ボス難しかったりするんですよね。なのでうまくこの属性を意識しながら、やっていったり、敵を倒して、切り替えながら進めていくような感じですね。あとこのゲージが溜まると必殺技も使えたりするので、で、ボスを倒していくと、ストーリーが進んでいき、さっきの朝7時 PV みたいなものがまた流れていくという感じですね。単純なネタだけじゃなくてゲームの構成としてのメリハリがあるようにいい、ね、そうなんですよ。本気で好きな人なのでこう 2D アクションが好きで、まあ、こういうこのあのアニメの構成みたいな物語として楽しむことができるみたいな形で、まあ、このストーリー自体はこのネイトちゃんのストーリーはこの栗田さんのオリジナルのストーリーのようなので、こういう物語が好きみたいな方にもですねぜひちょっとおすすめ。このキャラがこうやって動いて可愛いです。めちゃめちゃだからキャラパターンめっちゃある、めっちゃある。でストーリーがですね結構あの王道な感じで、あの面白いんですよ。なんかこうあるあるみたいな感じでこう、はいはい、デモパートはもう常に時間表示されてるんですね。あのアニメなんでもう本当に、ね、はい、日曜の朝アニメを見てる感じですね。キャラクターデザインも可愛くてですね、うん、ね、キャラの造形は等身といい、すげえ抑えられてる感じ。このクリエイトさんですね、このヒコテールさんがすごいなんかこの絵作り含めてこだわりがあるんだろうなみたいな感じで、こだわりしかない感じですよね。いいですよね。で素晴らしい。ストーリーも結構こうツッコミ役とかボケ役みたいなのうまくいって、はいはい、結構愛着もあるようなストーリーで、はい、多分1と2がすごいつながってるような世界観になってるようで、そこら辺も含めて、はい、長く楽しめて、結構レビューの見てみるとあの固定のファンもいらっしゃるみたいで、確かにがっちりハート掴んでる、掴んでる
ちゃんとキャラも育っていくとかいろんなこともできるので成長良さもあったりはするので、まあ、アクションがちょっと苦手な人でもキャラ育てながらやっていくと多分いろいろクリアしやすくなっていくのかなと思ったりはします。はい、熱量を感じる。コンセプトは日曜の朝のアニメと、いやいやいや、はい、いう感じで、ちょっと今日は本当はね我々私家ではずっと触ってたんですけどこの本番関係の機材のトラブルで動かせなくて申し訳なかったんですけども、はい、Steam で発売している作品ですので、ぜひ皆さんも遊ばれてみてください。はい、以上、今日ゲームいろいろ遊ばせていただきましたけども、どうですか、インディーラブエキスポに。なんかいわばね、あのキャンプに登録いただいているクリエイターさんで、実際にゲーム出してる人のね、ゲームをある意味僕らも初めて触らせて、まあ、初めて触ってるわけじゃないですけど、こうちゃんとこうやってこう何かのイベントに合わせて触るっていうのは初めてだったので、なんかまあその初見でプレイするのってしんどいかったりもするんですけど、やっぱこんだけいろんなアイデアに触れられるって喜びの方がやっぱ俄然でかくて、なんかやっぱこの仕事してて良かったなって改めてめちゃめちゃ思いますけどね。なんかそれなりのなんていうかゲームスタジオとかにいると、やっぱここまでのアイデアいろいろ触れるみたいなのってあんまないですよね。やっぱ続編とかが多くなってきたりもするんで、いや本当ちょっとね、今後の、まあ、キャンプでこれからね、あのコンテストとかも始まる中でどういうアイデアにまた触れられるのかと思うと、本当より楽しみが、ね、うん、増えてきた。特にインディーラブエキスポはあの海外の、ね、ゲームが結構多く紹介される流れもあるんですけど、日本のクリエイターさんも全然負けてなくてですね。そうですよね、なんかすごいついてる線が全然やっぱり、ね、欧米とかと違って、まあ、そこがまた一つ刺さるポイントでもあるし、はい、なんか独自の進化をね、なんかしっかりしてる感じがして、まあ、その辺はすごく体感できました。そうですね、杉山さんどうですか。そうですね、やっぱりその僕も、まあ、大型タイトルというか結構そういったところの経験しか基本的な仕事ではなかったんで、うん、やっぱそのインディーであるがゆえのその一点突破の破壊力っていうのがどれもちょっと感じられて、うん、あ、これはなんかこの人のそのなんていうのかな、その人の本質というか魂の叫びが聞こえるなっていうのがめちゃくちゃやっぱりこうなんだろう、やってて感じた瞬間が あここなんだなっていうのはちょっとすごく面白さとなんか感動を感じてすごくいいなと思いました。で、山さんも言ってましたけど、やっぱり人それぞれこれゲーム作りきるのってめちゃくちゃやっぱ大変じゃないですか。そのたとえ RPG 作るでもみたいに環境用意されても相当の熱量と自分のなんかやりたいことのなんか整理とかっていうのはちゃんとできてないと最後まで絶対到達できなくって、頓挫する、ね、ゲームっていっぱいあるんですね。本当ありますよね。だからここで出してきてる人たちってやっぱりその思いが強烈だから、それがすごいと思う。ちゃんとね、こう世に出して、そう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 、なんかユーザーさんの触った人の意見をちゃんと聞いてっていうステージにもう自ら上がってる人たちだから、やりたいことが詰まってる感じですね。それをなんかこうやってなんか紹介し合って、自分の得意なジャンルってあるじゃないですか僕らも、でそれそうそう俺このジャンル好きだからみたいな、でそれでやるとなんかそのジャンルちょっと苦手だったけど、なんかこうやって見せてもらうとやっぱりやってみたくなる。そうそうそう、今日ね実際やってみたいなってゲームいっぱいありました。全部やってみたいな。なんでまたちょっとこういう機会作っていろいろ紹介したりとか、自分もプレイして遊びたいなと思いました。はい、はい、まあ、今回のねその収録ちょっと初めての試みで拙い部分もいっぱいありましたし、はいはいはい、どういった形で今後やっていこうかってまだ手探りですし、はい、なんか定期的にやってちょっと我々も腕を、はい、見ていくっていうのを、はい、まずね、いろんなゲーム触ってる機会、日頃触ってる部分もいっぱいあるんですけど、こういった形で紹介させていただけるといいんで、はい、なんかツイッターとかでぜひ、うん、俺のゲーム触ってくれよみたいなのがあれば、そうですね、はい、働きかけてくれれば、はい、いろいろ取り扱えればいいなと思ってますので、はい、はい、じゃあこう第2回あるかどうかちょっとまだ分かんないんですけど、やりましょうよ、はい、とりあえずね、山ほどポートフォリオ生まれますから、ね、そう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 、まだまだ何かイベントとかね、ビットサミットとかいろんなものをきっかけにちょっといろいろやっていければ面白いかもしれないですね。はい、では引き続き、はい、出社ゲームクリエイターズキャンプよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございます。ゲームありがとうございました。